アラッパホ郡はアメリカ合衆国コロラド州の中央部北に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は57万2003人であり、2000年の48万7967人から17.2%増加した。コロラド州で3番目に人口が多い郡である。郡庁所在地はリトルトン市であり、同郡で人口最大の都市はオーロラ市である。 デンバーオーロラ大都市圏とデンバーオーロラボルダー広域都市圏に属している。アラパホ軍はその起源がパイクスピークゴールドラッシュの時だったのでコロラド州最初の軍を自称している。1855年8月25日、カンザス巡州議会が巡州西部全体を統治するためにアラパホ軍を創設した。この軍名は地域に住むアラパホ族インディアンから取られていた。 1858年7月、アラパホ郡のサウスプラット川沿い、現在のイングルウッドで金が発見されたことで、パイクスピークゴールドラッシュが起こった。鉱山地域の住人は、カンザス巡州やネブラスカ巡州の政府から遠く、離れて阻害されていると感じたので、1859年10月24日の住民投票で、自らジェファーソン巡州を作ることに決めた。翌月、 ジェファーソン巡州議会は、新しい巡州内に12の軍を組織化し、この中に、現在のアラパホ軍があった。デンバーが、アラパホ軍の軍長所在地になった。ジェファーソン巡州は、結局連邦議会の承認を得られず、1861年2月28日、その任期の最後の州になっていたゼームズ・ブ・キャナン、大統領が法に署名して、コロラド巡州が創設された。 アラパホ軍は1861年11月1日に新しいコロラド巡州によって創設された最初の17軍の一つとなった。アラパホ軍の当初領域は現在のシェディダンブールバードから160マイル東のカンザス州境まで伸びており、また現在の軍ライン道から30マイル北の北緯40度線まであった。1902年まではやはりデンバーが軍庁所在地だった。 1901年コロラド州議会は、アラパホ軍を3つの部分に分ける決議を行った。すなわち、新しいデンバー統合市軍、新しいアダムズ軍とアラパホ軍の残り部分で、サウスアラパホ軍と命名された。その後コロラド州最高裁判所判決、州議会の立法、及び住民投票によって、その最終承認は1902年11月15日になった。 ジェームズ・ブラドレー・ウォーマン州知事がリトルトンを暫定軍庁所在地に指定した。1903年4月11日、コロラド州議会はサウス・アラパホ軍を元のアラパホ軍に戻した。1904年11月8日、アラパホ軍の有権者は1310票対829票という投票結果でリトルトンを高級的軍庁所在地に選んだ。アラパホ軍の 地形図アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は805.43平方マイルであり、このうち陸地は803.14平方マイル、水域は2.29平方マイルで、水域率は0.28%である。アラッパホ軍の大きさは、東西が72マイル、南北が4内市12マイルである。アラッパホ軍の飛び地2つが完全に、 デンバー市群に囲まれた位置にある。グレンデール市と国勢調査指定地域のホリーヒルズ地区である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。